2時間ぐらい、2、3時間ちょっと寝たんで、今から朝ごはん、12時まで大丈夫みたいだから朝ごはんをちょっと食べに行きます。今からレジストレーション行って、ここの広報の担当のローマンってやつに挨拶しに行って、でスキーパスもらってそのまま滑りに行く感じかな。レースオフィスに行ってみたいと思います。 OK、 準備しましょう。準備して今レジストに向かってます。今日はマイナス10度ぐらいあるんで、ちょっと別の動画でマイナス10度の時にどんな格好で中、これ上見たら普通に上は着てるだけですけど、中にいろいろ着てるんで、マイナス10度ぐらいだったら、僕はこれぐらいで滑ってるよっていうのを動画にするので、ぜひですねそっちもチェックして参考にしてみてください。先に朝ごはん食べます。OK、 ちょっと場所がなんか反対側だったみたいで、今から行きたいと思います。ご飯も食べたし、で結構ロシアのご飯がうまいっていうか、犬やっば、なんだ馬もいるぞ、なんなんだここは、馬もいる、面白いロシア。すごい見えるかな、奥にバグジャンプができるこういうクォーターパイプもあるし、パイプはナイターついてて形綺麗だし、やっぱヨーロッパの友達がドイツ来た時みんな言ってたけど、すごいパークがいいってみんな言ってるんだよね、口を揃えて。一度は行きたいパークって、で行った人たちはもうめちゃめちゃいいパークって言ってるから、すごい力入れてるんだろうね。で俺も今回パイプの大会には来てるんだけど、やっぱどうしてもスロープ滑りたいってなったから、1台もう普通にスキーの板俺持ってきて、スロープ用の自分もできるやつ持ってきてるから、今大会が終わってからスロープいっぱい滑りたいと思いますよ。友達見つけて作ってなんか一緒に撮れたりしたらいいなって思う。うわ、なんかめっちゃフリースキー置いてある、全部フリースキーだよ。やっとローマンに会えました。 Yo! イエーイ。スパシーバ、スパシーバ、スパシーバ、バージョンアボスタ、 Very good park。Yeah, it's really a good park. It's the best park of the Russian. Yeah, yeah. A lot of my friends from Europe saying here is the best park, absolutely. Oh, yeah. Yeah. Free skiers! What's your name? I'm Grigory. Yeah. You're right here? Yep. Yeah, yeah, yeah. You? And I'm you. You are you. OK、 ということでチケットゲットしましたので、今から滑りに行きたいと思います。でなんか今日は3時からライダースミーティングがあるみたいで、でビブトスもあるのかな、だからちょっとしか滑れないけど行きたいと思います。あー、ぬこさん、ぬこ、ねこ、はい、サニーバレーやってきました。今はスロープの大会が行われているんですけど、さっきそのロシアの人に確認したら、あれ明日が大会当日だよって言われて、で俺は明後日だと思って、もう一日時間があると思って、でやばいと思って超焦ってたら、ごめんごめん間違いだった、あの明日は休み、明後日が大会って言われて、結構なんか一気にボーンってなんかその試合モードにさせられた感もあるんだけど、でもなんか良かったね、もう一日があって、すごいいいパークだし、人もすごい、なんかロシアって俺は結構怖いイメージがあったんだけど、そうなんか前に俺のヨーロッパのチェコの友達がクラブでロシア人になんかボコボコにされたりとかっていう話聞いてたから、ロシア怖いのかなって思ってたら、もう全然みんな優しいし、すごい気さくに話してくれるし、結構若い人は英語を喋れる人がすごい多い。
思ったよりも全然みんな英語喋れる人が多いから、特にこのスキー場周りとかはそうかな。だからすごいなんか思ってたのの何倍も感動してますよ俺は今で。なんかすごい優しくて、いつでもおいでよとかもみんな言ってくれて、いや本当に、まあ、これ繋いでくれた友達にも感謝だし、もう全部その宿とかその広報の方の話とかも全部してくれたローマにも感謝してるし、本当みんなに感謝して今日はこうトレイ行ってきますね。 OK、 まあ天気もいい良くなってきたからいい練習ができるといいんだけど、まあ、とりあえず怪我はしないように、もう、まあ、自分のできることをしっかりとやりたいと思います。 OK、 じゃあちょっと多分パイプの動画あんま撮れないけど行ってきます。これがロシアのスキー場ですよ。結構日本とやっぱ、まあ、スキー場は往々にしてどこも似ているよね。とりあえずパイプの方まで行ってみましょうか。うわ風が強いで、パイプはすごいね、ナイターもあるし、なんかすごい、これかなパイプ、あったこれだ。あ結構ちゃんとしてんのかな、なんかあんまりシェイプが見えないけど、え長くないこのパイプ。長っ、何これ急ヒットできたよ。とりあえずパイプがクソ長い、何あれめっちゃ長いわ、でかくはないんだけど長い。あこれはちょっと大変ですね、合わせるのが。はい、コートレが終わりました。で結構まあ形はやっぱ長くてなんかちょっと難しい感じのパイプでしたね。でこの後ライダースミーティングがあるんで、まあ、ちょっとここで待って4時にライダースミーティング出て一回家に帰りたいと思います。ちょっとなんか買おうかな、これ何何ピーってペリカ210ペリカうまそう、何ペリカだろう。一回家に戻ってきました。今から夜ご飯を食べに行ってゆっくりしたいと思います。ご飯、夜ご飯食べ終えて自分の宿に戻ってます。なんかロシアってすごいずっと寒いイメージだけど、まさにそのままですよ、そのまま。お疲れ様です。ああ今日も疲れたね、もう移動ばっかりだね本当に。ロシア着いてからまだ24時間ぐらいしか経ってないけど、ロシア好きになったね。がみんななんかすごい人も優しいし、食べ物もなんか美味しいし、人類みんな兄弟ですね。なんかすごいやっぱみんないい人で、なんか一見怖そうに見えても、まあ、ちょっとこっちが笑ったらすごい笑い返してくれたりとかするし、あとやっぱ美人がめっちゃ多いっすね。みんなマジで綺麗、ビビりますね、めっちゃ綺麗です本当に。絶世の美女が溢れ返ってる状態。明日は結構コートレが遅くて、お昼前ぐらいからスタートして2時間だけ滑れるんで、その2時間でできることやって、で次の日に臨めればいいかなと思いますね。まあ、まずは今日はゆっくり休んで明日に備えたいと思います。OK、 じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。ありがとうございました。